早速ですが、本日の観光スポットはとても神聖な場所です。え、そうなんですか？宮沢さんなら心配ないと思いますが、世界遺産にもなっている場所なので、その辺のものを触って壊しちゃったりしたらダメですよ。もちろんです。とは言ってもちゃんと一般開放されている場所なので、肩の力は抜いていきましょうね。はい。さあ、こちらが本日の目的地、セーファーウタキです。大きな岩と岩の間に隙間が、あれが神聖な場所なんですか？ウタキというのは沖縄における神がいる場所、来訪する場所です。まさに神域ですね。神社のような荘厳な静けさとは違って、自然そのままの息遣いが感じられますね。沖縄には大小様々なウタキがあるんですが、このセーファーウタキはその中でも一番の聖地だと言われています。一番の聖地、すごい。かつてはセーファーウタキは神に仕えることのできる女性しか入れない場所だったんですよ。今はどうなってるんですか？実は今でも男性は奥まで行けないという場所も多いんです。ただこのセーファーウタキは観光地にもなっているので、男性でも大丈夫です。それじゃあ両親と来ても安心ですね。では本格的に解説していきましょうか。15世紀から16世紀の琉球王国の国家儀礼の場とされ、国王行幸が行われていました。とても歴史のある場所なんだ。一番奥の三宮位ではクバの木を伝って琉球の創生神である奄美京が降臨するとされているんですよ。沖縄を作った神様が降臨する場所だから、あの石壁や周りの木々、土地などこの空間全てが神聖なものなんです。大自然の神社のようなものですかね。なんだか沖縄の神秘に触れた気がします。というわけで、セーファーウタキはいかがでしたか？沖縄の明るくて賑やかな場所だけじゃなく、こういった厳かな場所もあるんだって分かりました。ガイドの方と一緒だと沖縄の神話なども勉強できるので、ぜひ一緒に巡ってみてくださいね。ちなみに久高さんは沖縄の神話には詳しいんですか？それは、その、今日はもう遅いですし、続きは次回ということで。